本日はですね、なんか天気が良さそうなので、なんとウッドデッキは後回し、今の実況はこうです。見てください、ぐちゃぐちゃな、もうバックでアップで映してもよくわかると思いますが、草ぼうぼうです。手前に焼却炉見えます。その向こうも草ぼうぼうでしたが、今やりかけでどうにかこうにか歩ける状態にはなりました。乾かしたもの限定ですけどね、焼却炉で持てます。あと廃材、あんなに溜まってますよ。廃材全部じゃないんですけど、あそこに廃材じゃないものもありますが、ほとんど廃材です。積んでありますよね。あれも大きい声で言えないんですよ。あの垣根ありますね。白い垣根、あそこから向こうが隣の家なんですよ。なんでこの隙間に草を積んでどうすると思います？あそこは除草剤をかけちゃおうかなと思ってます。これなんですよ、実はね。だってあそこは空いたままでね、植木植えるわけでもないし、整地するわけでもないし、なんか下にコンクリート張るわけでもないし、そのまま放置なんですよ。なんで、なんとか逆にそれがこっちにとって嬉しい。へこんでるの分かりますかね。これもこれ、ほとんど見えません。向こうから見えません。で、あそこで実験的に菜園の残りっていっぱいありますよね。あれをここに埋めて砂かけて、また埋めたら砂かけて、で何回かかき回して、そんな手間取れないと思いますよ、時間的に。こんな草取りとか考えたらずっと手間そんなかかんないと思いますよ。様子見ながらほっとくと堆肥ができるんじゃないかなと。どうでしょう、プロの方、よくご存知の方、そんな簡単にできますでしょうか。たまに、肥料じゃないけど、なんか栄養になるものをあげて入れた方がいいかなと思うんですけど、何もわからないど素人ですからね、丸くしいい加減なこと言ってますよ。丸飲みにしないでください。これ実験的にやってるだけですからね。そんなところで、あと何かあったか。今休憩後、休憩時間帯10時30分ですね。15分ほど休憩取りました。なんで始めますが、体が持ちません。薬飲んでるせいですね。なんで簡単な手作業をやろうかなと思います。大事なものですね。これ全く大事なんですよ。それでは火を持ちつつ草取りを、草取りだけだと体力が持ちませんので、では多分早送りになると思います。ただいま、なんと燃えるものとはこれのことです。こんなにありました。これだけあればね、簡単に燃えます。簡単って言ったら言い方変ですけど、確実にも、まあ
80% 確実に燃えると思います。ここ見たのわかんのかな、8畳用適用 LED ランプです。3800なんつったっけ、 LM のこと、ルーメンツちょっと忘れちゃいました。40W、100V、50V、60Hz、40W、3800Hz ルーメンツ、ワンタッチ9段階、これなんと4980円。台所につけたら明るすぎます。明るすぎて困ってます。歩けるようにはなりました。下に見えるのが、さつまいもです。ここはネギ、そろそろもうあと3本しかありません。1本は多分腐ってるかな、よく分かりませんが、最後のネギです。これは去年の11月に植えたものです。植えたものです。それからこっちが一番大きくなってるんですけどね、同時に植えて、これはねリンゴの木です。それから反対に見えるのは、これはみかんの木です。それからこれがなんと自分の子供の時に大好きだったバタン球、知りませんかね、スモモです。スモモの木。それからこっちが梅の木。ちょっと大きくなりすぎたんでちょっと切ろうかなと思ってます。手の届く範囲で収穫できればなと思います。それからこれがさくらんぼの木です。これはね株分けっていうのかな、したものです。本体のさくらんぼの木がこちらのでかい木になります。相当でかいんでね、枝打ちが大変ですこれ。そのためにこっちのビアの木を植えました。ビアの木がある程度大きくなったら、そのさくらんぼの木は伐採しちゃいます。それからこれ最後、この枝がね、虫にみんな食われてね、食われた後にねまた芽が出てきたんですよ。ここ最近ここ数日芽が出てきまして、どうなるのかなとは思いますけど、また来年再来年状況が変化しましたら報告できるかなと思います。以上ですかね。ざっと一回りウッドデッキ、やっと屋根が出来上がりました。まだ半分ですね。長いです、時間は。腐ったウッドデッキの手直し。今度こそはと思いながら、一番安い板を買って、床し、ですね、板次第ってとこよく耳にしますよね。何日もしないうちに、使うようになっちゃうんで、以上ですかね。屋根見てください、屋根。これ苦労したんですけど、結構自分として納得するものができたかなと。ウッドデッキに屋根、最高じゃないですか。自分的に言って勝手なこと言ってますが、雨の日でも物干しできますし、そこに座りながらペンキも塗れます。昨日ペンキ塗ってみました、雨の日。多少の作業はできるかなと。